1768年の肖像画に基づく1770年のメゾチント。第4代、ロッチフォード伯爵ウィリアム・ヘンリー・イナッソード・ザイレステーンは、グレートブリテン王国の貴族、政治家。在スペイン大使、在フランス大使を務めた後、アメリカ独立戦争直前の時期に、北部担当国務大臣と南部担当国務大臣を務めた。 1738年まで、タンブリ実釈の儀礼称号を使用した、クリスティアン・フリードリヒチンケによる、肖像が、1740年代。祖父は、ウィリアム三世のいとこで、腹進だった初代、ロッチフォード伯爵、ウィレム・ファン・ラッサウ・ザイレステーン。その次男の、第三代、ロッチフォード伯爵、フレデリック・ナッサウド・ザイレステーンと、ベッシー・サベージの息子として、 1717 17年9月17日に、セントーシスプライアリーで生まれた。1725年から1732年まで、イートンカレッジで教育を受けた後、スイスで数年間過ごし、流暢なフランス語を話すようになった。その後、1738年に、国王上ジ,ジ2世の進出自由に任命された。同年6月14日に、父が死去すると、 ロッジフォード伯爵位を継承した。1741年4月に、オジヘンリーが生涯未婚のまま死去すると、イーストンでの領地を継承した。サルデーニャを、カルロエマヌエーレ三世1748年3月30日に、エセックス海軍次官に任命され、翌年に在サルデーニャ特命全権行使に任命され、妻と共に1749年9月9日に、トリノに到着した。 ロッチフォード伯爵は公使としてサルデーニャ王カルロエマヌエーレ3世の信任を得ており1752年のアランフェス条約締結や7年戦争におけるサルデーニャの中立はロッチフォード伯爵の功績だったとされるまたサルデーニャ宮廷でイギリスのカントリーダンスが流行する理由にもなった講師在任中にイタリア諸国の宮廷を訪れ 1753年春には、ローマに滞在した。翌年に一時帰国の許可を得て1754年4月26日に、ドーバーに上陸、9月5日に、ハリッジから出港して、サルデーニャに戻った。その数ヶ月後に在フランスイギリス大使の第二代アルベマール、伯爵ウィリアム・バンキヘッペルが、パリで休止すると、ロッチ・フォード伯爵は召喚され、 1755年2月25日間かけてトリノからバークリースクエアに戻った。1755年3月2日に宮廷に顔を出すと区内官に任命され、11日に数密顧問官の就任先生を行った。同年4月26日には国王ジョージ2世の不在中に政務を担う摂政官の一人に任命された。また、 1756年3月6日にエセックス統監に任命された。7年戦争期には、リチャード・リグビー、第4代サンドウィッチ伯爵ジョン・モンタギュー、第2代バリントン・子爵ウィリアム・バリントン、第4代ホルダーネス伯爵、ロバート・ダーシーなど、正界の要人との交友関係を得て正界への足がかりとなった。1760年にジョージ三世が即位した時も、統監と、 数密顧問官に留任した。1760年12月に、進出自重を辞任するが、その代償として2000ポンドの年金を与えられたが、辞任をすんなりと受け入れたため、常時賛成の信頼を勝ち取ったという。その後、1763年6月8日に、在スペイン特命全権大使に任命され、同年12月6日に、マドリードに到着した。 1766年7月1日に在フランスイギリス大使に任命されたが在スペイン大使としてスペインの政治を熟知していたためその鋼鉄はジョージ・グレンビルなどに反対されたという在フランス大使の在任中にコルシカ危機に直面フランス政府に抗議する者の,のフランスによるコルシカ併合の阻止に失敗したこの失敗の理由について 第二代シェルバーン伯爵ウィリアム・ペティからの秘密指令に従った結果とする噂と、初代マウンスフィールド男爵ウィリアム・マレーが、イギリスの内閣が弱体で、コルシカのために戦争を起こすつもりはないとパリで、フランスの大臣に漏らしたためとする説があり、オックスフォード英国人名時点でも、内閣の弱体を一員として挙げているほか、交渉における最も大事な時期に2週間もや前に、 倒れたという風もあったとしている。いずれにしても、ロッチフォード伯爵はフランスがジブラルタルキ州を計画していると内閣に報告し、1768年10月21日に、首相の第3大グラフトン公爵オーガスタス・フィッツロイにより、北部担当国務大臣に任命された。1769年5月1日の閣議において、首相グラフトン公爵は、 タウンゼンの処方で定められている北米植民地の関税の全廃を提案した。これに対し、財務大臣のノース卿フレデリック・ノースは、本国が臆病であるという印象を与えないよう、茶に対する関税のみを残すべきという対案を提出、閣議で投票にかけられることとなった。そして、投票の結果は、グラフトン公爵の案が一票差で否決されたが、この一票は、 ロッチフォード伯爵が投じた反対票だった。グラフトン公爵が後年になって改装したところでは、この出来事がなければ、アメリカの分離が避けられたかもしれないという。1770年末のフォークランド危機では、スペインの政治家との交渉の手腕を示し、イギリス側の要求をすべて受け入れさせた。スペインは南部省の管轄であり、北部担当大臣だったロッチフォード伯爵が、 タイスペイン交渉を担当した理由は、当時の特命作家ジュニアスの批判を受け入れたためだとされたが、ロッチフォード伯爵は結局1770年12月19日に正式に南部担当大臣に転じた。ロシア帝国との関係では、多額の援助金と引き換えに同盟締結ができそうであったが、ロッチフォード伯爵はロシアとの同盟にそれほどの価値がないとして却下した。 オックスフォード英国人名辞典によると、この決定は1770年時点では現実的であったが、アメリカ独立戦争が勃発する頃に、イギリスの同盟国が一カ国もない理由の一つになったという。さらに1772年の第一次、ポーランド分割にあたり、ロッチフォード伯爵はロシアが名実ともに大国になったと考え、 勢力均衡を保つためにフランスとの関係改善に動いたが、1772年のグスタフ3世のクーデターにより頓挫した。1775年10月、北米植民地の情勢悪化により、グラフトン公爵とロッチフォード伯爵が辞任した。ロッチフォード伯爵は武力鎮圧ではなく、交渉によって北米植民地問題を解決しようとしたため、 内閣で孤立するようになり、さらに自身の健康も悪化したための辞任だったとされる。翌年には、ロッチフォード伯爵のアイルランド総督就任の噂が流れたが、結局辞任の代償として、年金2500ポンドを受け取ることとなり、さらに1776年1月11日に3320ポンドに増額された。その後、 1775年から1777年までトリニティハウス会長を務め、1778年6月3日にガーター勲章を授与された。1781年9月28日にセント、オシスで死去、同地で埋葬された。弟、リチャード・サベージの息子、ウィリアム・ヘンリーが爵位を継承した。ロッチ・フォード伯爵と同時代の匿名作家ジュニアスは、 グラフトン公爵内閣を激しく批判したが、ロッチフォード伯爵は、ジュニアスから賞賛された数少ない人物のうちの一人だった。ホレス・ウォルポールの著作では酷評されたが、英国人名辞典では、ウォルポールの記述が、事実と合わないという。またウォルポールによると、ロッチフォード伯爵は、西洋箱柳をイギリスに導入した人物だったという。一方、 オックスフォード英国人明治典は1763年から1775年までイギリスの外交政策を主導した9人の国務大臣のうち外交官出身の者はロッチフォード伯爵だけであり1768年までに政策の不一致に陥ったイギリスの外交政策を立て直した人物として高く評価した。また1771年以降スペインとの 関係改善に動いたことで、スペインのアメリカ独立戦争参戦を遅らせたとして評価した。俳優デイビッド・ギャリックとは、長年の友人であり、二人の文通から、ロッチ・フォード伯爵の演劇、音楽、ダンスに対する興味、そしてユーモアのセンスが伺えるという。また、在スペイン講師の在任中に、フランスの劇作家、カロン・ド・ボーマルシェと友人になり、 その劇作をギャリックに推薦したという。1740年5月、ルーシー・ヤングと結婚したが、二人の間に子供はいなかった。アンラベ・ジョンストンとの間で二人の書士を設けた。マーサ・ハリソンとの間で一人の書士を設けた。ありがとうございます。